医学部受験塾メディケイト塾長の細井です。ビリオジです。はい、ビリオジさんですね。よろしくお願いします。お願いします。はい、僕の将来みたいなことですか。はい、今すごい活躍されてるじゃないですか。はい、医師としてもそうだし、うん、まあ、インフルエンサーだったり、はいはいはい、で塾長もやってるじゃないですか。はい、だから今後次どこに進んでいくのかってすごい興味あります。いや、実はですね、まあ、よく言われるんですけど、はい、なんかこう細井先生とかってこう自分の将来のビジョンを明確に持っていてみたいな、まあ、よくその、まあ、成功哲学みたいなとかってよく言うんですよね。なんかこういう何かビジョンを明確化してみたいな、目標に対してみたいな、はい、まあ、そういうの僕ね結構だるって思うタイプ、はい、だるって思うタイプなんですね。だるみたいな何なんそれみたいな、はいはいはい、結構その自己啓発系だったりとか、はいはい、ちょっとモチベ高そうな、はい、まあ、自称心みたいな感じのね、はい、あの方々っていっぱいいらっしゃっていいと思うんですけど、はい、でもちろんね自分の弱さが分かってるからそういうものが必要っていう選択になると思うんで、うん、あのいいと思うんですけど、まあ、それメンタルザボのやることだなって、はい、かっこいい。確たるメンタルを持ってるものはね目標設定なんかしないんですよ。かっけーっすね。そうなんですよ、はいはいはい、要は人生のね旅路っていうものに対して、まあ、もちろん目標を持つってすごい素晴らしいことだと思いますし、まあそれがね要は自分の何かね成し遂げたいものみたいなのを持つとのっていいことだと思うんですけど、はい、うん、やっぱそれって結局なんかこうそれがないとできないみたいに逆になってる人って結構見受けるなと思ってるんですね。はい、だからなんかこう常にこう自分探しというか、はい、本当受験生みたいな感じで人生を受験みたいな感じでやられてる方っていらっしゃって、でだからそれってすごいなんていうんですか、ある意味すごい自由度が少ないっていうか、凝り固まった人でずっとそればっか言ってる人みたいな感じに見えちゃうんですね。瞬間瞬間を楽しめてないというか、そうですね、満喫できてない感じなんですかね。やっぱり人生っていうのはこの揺らぎみたいのがものすごい大事だと思うんですよ。ほうほうほう、はい、だからその例えば僕は本当人生なんて僕あの川の中のね一枚の木の葉だと思ってるので、うん、まあ石にぶつかることもあれば川岸にね、まあ、その漂着しちゃうこともある、うん、まあ進まないこともあるし、まあそのままなんか三角巣まで行ってなんかねそのまま木図となる場合もあったりとか大会に出れる場合もあったりとか、まあそんなようなもんだと思ってるんですね。だからその要は自分が与えられた流れに無理に逆らわない、うん、岸に上がりたいとか思わない、はいはいはい、っていうことを僕は結構好きなんですね。これでもちょっと聞く人によっては勘違いしちゃう人もいると思うんですよ、はい、そのあじゃあ今日なんか勉強したくないなみたいなそういう瞬間瞬間の妥協に流されるっていうことじゃないですよね、はい、そうなんですよね。だからその自分がどういう、まあ、その流れを持っているかみたいなをすごい大事にしてほしいなと思うんですね、うん、その要は流れに逆らったことをした時ってすごい心身的なストレスがかかるんで、うん、例えば医学部に別に行きたくもないのにっていうか本来心の底から行きたいって思ってないのに環境で生かされてるやつとか、うんうんうん、例えばさっきもその SNS の話したと思うんですけど、はい、医者になってブツブツ文句言ってるやつっていっぱいいるんですよ、はいはい、給料がとか当直がとか女医がとか言ってるやついるんですけど、いやいやそれおかしいやんって話なんですよ。あなたが選択した道ですよねっていう、あなたがその流れに乗ってた、まあそこから無理なことしたからそういう気持ちが生じると思うんですよね、うんうんうん、だからそういう人って何を言っても何をやっても不満言うんですよ、うん、それじゃあ終わらないんですよ不満、はあはあ、そう要するにいや俺今川岸の方行きたかったのに俺今岩石に与えたくなかったってずっと何かに対して文句言ってるんですね、はいはいはい、だからそういう人間になりかねないなっていうことですね。あー、なるほど。だから何事にもやっぱりその流れに逆らわないっていうことをすごい大事にしてますね。多分聞いてる人意外だと思うんですよ、はい、例えば椅子にベルトで自分をくくりつけて、はい、理算行くぞって言って勉強してた先生の一面を聞いた時にそうやってなんかこう目標を決めてとにかくそこに向かってっていうふうに思っている人たちも多いと思うんですけど、はい、でもちょっと違いますね。それだけじゃないですね。全然違います、うん、それは結局それが楽しいからやってるんですよ。そうですよね、はい、それに向かってやってる自分が楽しめてるし、そうなんですよ、その瞬間楽しいやりたいことをやってるってことですよね。そう、だからそれは今医学部、まあ、理算っていうね、はい、自分の目標だったりとか医学部合格医者になるっていう流れの中のこの歯の揺らぎなんですね、はい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 、ウェーイみたいな。だからそこで違う方向に無理やり俺は葉っぱをこう回そうとか、それそういう方向が良くないんですよ。はははは、はい、
だからその大まかな流れに乗りながらその中でダンスを楽しむというか、おー、はい、それが揺らぎというか、はい、心の余裕というか、受験であれその職場であれ、そうです、自分の選んだそこを楽しんでいくと。そうなんです。例えばよく言われるのは、例えば美容クリニックやってます、塾やってます、はい、日本一になれないんですか、日本一の美容外科作りたくないんですか、湘南美容外科超えたいと思わないんですか、はい、思いませんと。はあはあ、それは結局自分の流れじゃないなと思ってるからなんですね。はあ、俺はそういう流れじゃないなっていうふうに感じてるから、はい、それをやろうと思ったら多分できるんですよ、無理やり頑張れば、うん、けどやりたくないことやんなきゃいけないですね。はい、例えばまあ極端な話ですけど、研修野外の先生をたくさん雇ったりとか、うん、まあたくさん広告を打って、うんうん、まあそのよくわからない人を集客したりとか、うん、好きじゃないなみたいなことをやれば多分どんどん上に上がれるし発信力もあるんで、はい、はい、けど違うなみたいな。確かに先生方、塩崎先生とか、はい、赤嶺先生とか皆さんこう仲間として集まって信頼を受ける仲間と一緒にやってて楽しいからやってるって感じですもんね。そうですね、お互いそう思えるような環境がいいし、例えばそういう、まあ、大手さんとかって1年で70人入職して、うん、なんと半分いなくなるんですよ。おえ、それって流れてないよねって思うんですよ。詰まってないどっかでっていう、無理して集めてる。そうなんですよ。けど企業の拡大フェーズってそうなんですね。そういうもんなんですよ、うん、で、クリニックに限らず上場を目指していくスケールアップしていくフェーズって、うん、まあ経営者の先輩とかよく言うのはそういうフェーズやからって言うんですよ、うん、要するに要は100人取って50人辞めていくっていうフェーズ、うん、なかなかでもそれ話す機会ないですよね。旗から見てても無理してないなと思うんですよ。そうだからあんまりその無理はしないようにしようかなと思ってるんですよ、ね、はあ、はあ、うん、いやー、なんか新たな一面じゃないですけど、ちょっとあんまりこう掘り起こされてないドラゴン細身の一面じゃないですか。いや本当ですか。いや、だから例えばその医学部受験塾メディカルとも、はい、まあ、よく林さんと話すんですよ、はい、あのフランチャイズにできますよそれって。あ、はい、そうだって今そんだけね、うん、それ先生 YouTube チャンネルあって集客力あって絶対お客さん来るでしょ、これフランチャイズできますよ細身さん、すごい林先生っぽいでしょ。そうそう、はい、絶対できますからって言ってくれるんですけど違うなって感じなんですよ。あ、はい、なんかそれじゃないのよなっていう、はい、その林さんは武田塾のやり方を、まあ、全国に誰もういち早くたくさんの人に体験してほしいって思ってフランチャイズ、はい、けど俺は違うなって思うんですよね、うん、別にその全員に体験してもらう必要ないなみたいな。やっぱり人間見える数限界あるし、単価だったりとか下げなきゃいけないし、うん、講師のレベル下げなきゃいけないし、うん、絶対そうなるよなっていうふうに僕は思うわけですね。だってね、400店舗以上展開したら、うん、それは当たり前だけどどんな料理店だってまあ一律化していくじゃないですか。なので、あ、それが俺のやりたいことじゃないなと思うから FC やんないんだなみたいな。あ、なるほど。ポリシーにかなわないようなものを無理してやらないっていうのも流れに乗ってますね、ちゃんと。うん、まあそうですね。だからそのね、セブンイレブンみたいのを作りたいかと言われるとそうじゃないみたいな。セブンイレブンは素晴らしいし、みんなのことを幸せにしてくれるし、コンビニエントなんですけど、うん、けど自分がやりたいことじゃないんだよなみたいな感じなんでしょうね、うん、そうですね。でもそういうちょっと芯のある意思を育てたいですね。まあそうですよね、はい、はい、だからやっぱりその見てて、僕のねやっぱり令和の虎とか見て結構影響されてる方も結構たくさんいると思うんですけど、なんかそこをねついつい勘違いしちゃうというか、例えばそのドラゴン細身が言ってるからここに正しいんじゃないかって、まずもうその考え方自体がもうね全然根本的に違うっていうね。それはね全然違う、あなたと私の流れが違うわけだから、人が言ってるからって言ってその流れに無理やり自分を乗せようとした時に何か歪みが起きちゃうんだというふうにね思いますけどね、はい、まさかの一回り違う辰年同士の流れがここでこう、はい、いや本当にね、自分は自分で不思議な流れでこう生きてきた。いや自分の流れに沿って、だからその、はい、美容師さんとかはやっぱ強い流れをすごい持ってる方だし、うん、なんかその流れに、まあ、その逆らわない、いい意味でも悪い意味でも、だから普通は途中で自ら辞めちゃう人も多いと思うんですよね。そうけどこれ俺の流れやなと思ったら、うん、ちゃんと4年3年やり遂げるじゃないですか、はいはい、普通できないですよ、うん、だからその要は自分の流れっていうのをしっかりと掴んでそこに乗れてるっていうのをもう本当に体現されてるんだろうなと思いますね。いや、やってる間も全然楽しかったですし、いやそうですよね、はい、今大学に行って勉強してることも楽しいですし、
本当に自分こそあんまり無理しないんで、はい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 、はい、いやそうだと思います。だからその結局僕はすごいみんな見ててロスしてるなって思う人っていうのは、うん、流れを組めてない、流れてるのにそっち行けばいいのにそのままじゃなくて違う方向に、いや俺このままじゃいけないんだとか、これやんなきゃいけないとか、やっぱあの人がこう言ってたからこうしようみたいな、すごいこう周囲の葉っぱとか、岩とかにしがみつこうとしてる人、不自然な力のね、そうなんですよ、その余計なことせん方がいいっていう、やっぱ大きなこう流れにしっかり乗るっていうのが大事なのに、そういう要はいろんな情報にこう惑わされて左右されて、自己啓発本を読んではなんかそれ試してみたいな、いや別にいらんねんですよ、そう川の流れ方っていう本はないんですよね世の中には。うん、そこをね皆さんこう若い方ってついついね意識高い人ほどやっちゃいがち、はい、うん、特に受験しようとしてるその再受験生の方にも、はい、まあ、そういう方は時々見受けられるので、はい、ぜひね来ていただいて自然な流れなのかどうか確かめていただくっていうのも全然いいと思うので、うん、そうですね、はい、その勉強の仕方とかね、うん、ご家族とか自分の環境との付き合い方とか、そうですね、うん、そういうのもね本当無理しない、うんうん、自分が一番こう楽しめてエキサイティングできるような手法でやっていけば一番それが最短、そうですね、うん、自分も家族のその賛同を得られなかったら受験してなかったです。なるほど、はい、けどやっぱりねそれも当たり前なんですけど、そのこれまでの流れがあっての賛同なので、うん、はい、だ全てはねつながってて、僕らのね人生っていうのはやっぱりどこかでねきっとそのワンピースのグランドラインみたいな感じでぶつかる人も出会う人もいれば出会わない人もいるんでね、無理にねその相性合わない2人を掛け合わせる必要はないわけなんですよね。だから皆さんもぜひねその自分がなんかちょっとこう違うなと思った人とはね別にそんなにあえて密接にする人がないっていうかね、よく質問来るんですよ DM とかで、上司が嫌だとか会社が嫌だとかでどうすればいいですかみたいな、いや辞めりゃいいじゃん、まあ、連絡取らなきゃいいじゃんとか、彼氏がどうのこうみたいな、いや別れりゃいいじゃん、今日できないんでね人間ってね、うんうんうん、まあ僧侶だったらもうできますね、できますまあでもつかず離れずっていう距離感も身につけられるといいですね。そうですよね、お互いがこう一番コンフォータブルなね距離感っていうのは必ずあるはずなんで、はい、無理にねひっつく必要はないっていうね、はい、意外と共通項が見えた気がします、自然な流れの中で生きてるなと。ああそうですね、はい、思いました。そうですね、はい、いやもう毎日がね何よりも笑顔で、他の人にやっぱ自分のねこうプラスの気に触れてほしいというかね、はい、自分がこうへこんでるのに人のことはねあんまハッピーできないだろうなっていうね思いますね。そうですね、なんか受験しようとかっていうことももちろん相談してほしいんですけど、そういうことも含め、ああ本当そうですね、はい、全然来ていただいたら、はい、人生相談ですよね、はい、本当にね、はい、ということでですね、中津ですね、はい、はい、河合塾大阪校のもうほんとすぐ近くに、はい、お膝元です。そうですね、もう小さくメディケイト大阪校を開校させていただきます。はい、今度のねもう3月4月もう今回の受験の終わった生徒さんからもうしっかりね、見ていく準備ができておりますので、はい、動画見たい方、下の、ね、概要欄の方から、ぜひね今メディケイトも公式 LINEで、はい、問い合わせをいただくことが非常に多くなってます。もうなんならもう10人中7人ぐらいはもう公式 LINE で、残りがメールとか電話、うん、なんで公式 LINE ね非常にこう相談しやすいし、みんな LINE 使ってると思うのでぜひそちらから相談してください。じゃあビュールさん、ぜひ今後ともね、はい、大阪月2回来ますんで、はい、はい、面談よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。